あるカタストロフは、ジャン・リュック・ゴダール監督による2008年制作のフランス・スイス・オーストリア合作の短編映画である。ウィーン国際映画祭での同年10月18日から29日のプログラムのためのトレーラーとしてオーストリアの100の映画館で上映された。オムニバス10ミニッツオールダーの一編として10分の映画を1本作ってほしいという発注を受けたとき、 一分の映画を十本作ると言って時間の闇の中でを制作したゴダールは本作はまさに一分の映画を単体で作ってみせた。ウィーン国際映画祭は十年がかりでゴダールを説得したという。ゴダールの映画史同様の手法でアーカイブフッテージを編集して作られた映画でセルゲー・エゼンシュテイン監督の戦艦ポチョムキンのオデッサ会談のほか、兵士 戦車、戦闘機等のイメージ、そして、ベルリンを舞台にした1930年の、セミドキュメンタリー風のサイレント映画、日曜の人々の、キスシーンがつなげられている。テニスのノイズや、ドイツ民謡、ダットジュミニッツ・レイブストン・ BST が読み上げられ、ロベルト・シューマンのピアノ曲、子供の情景の冒頭が奏でられる。コダールによる字幕が4枚入る。カラー作品。 上映時間63秒、上映サイズ1、1.33。ありがとうございます。